皆さんこんにちは。株式会社リンクロノバの長野正樹です。今回は一人暮らしについてのお悩み一問一答式になっておりますので、ぜひご覧ください。ハッピーチャンネル。一番おすすめの暖房器具は？暖房器具さまざまあるんですけども、まあ使用用途によって全然違くて、で即暖房の場合はカーボンヒーターが一番おすすめです。で、部屋全体を温めると思うんであれば、石油ファンヒーターが一番おすすめです。で私も乾燥肌なんで、ちょっと乾燥肌の方とかで、部屋全体をゆっくり温めたいという思うんであれば、オイルヒーターが一番おすすめ。まあ、トータル的に見ると、カーボンヒーターとこたつのセットが一人暮らしの中では一番有効なのかなと思ってます。ただ、夏とか1年間っていうのを考えるとエアコンが断然おすすめです。リンクロノバ。エアコンをつけたいけど高い、まあ、工事費と、まあ、グレードにももちろんよるんですけども、7万からだいたい10万ぐらいの価格になります。まあ、ただそれが年間を通して、夏冬使えるので、まあ、その金額が高いか安いかっていうのは、まあ、皆様の想像にお任せします。まあうちどももちろんエアコン会社ですので、エアコンのこの動画を見たっていうコメントいただければ、安くできるかもしれません。リンクロノバ。ガスっていろいろあるけど何が違うの？2種類あって、都市ガスとプロパンガスになります。で、ガス器具の種類はお間違えないようにしてください。それぞれ両方も使えるよっていうものもあれば、片方しか使えないっていうのもあります。で、自分のガスの種類が分からなければ、行政のガス局にお問い合わせください。ちなみに、ガス警報器の位置の確認の方法なんですけども、都市ガスの場合は空気より軽いので上に溜まります。なのでガス警報器、都市ガスの場合は上についてます。プロパンガスは逆で、空気より比重が重いので下にガスが溜まりますので、ガス警報器は下についております。リンクロノバ。トイレの換気扇から水が垂れてくる、まあ、様々な原因はあるんですけども、この換気扇のついてるダクト内の結露水によるものだと思います。で、まあ、ダクトの逆勾配、勾配が逆になっていれば、そこからまあ水が、結露水が漏れてくるっていうところと、あとはまあ台風による被害で外部のコーキングが割れて、そこから水が侵入してくるっていうこともいろいろ想定できますので、まずはまあ個人で何かをやるというよりは不動産屋さんに連絡をしていただいて、適切なる判断をしていただくというところになります。リンクロノバ。最近ずっとテレワークなんですが、エアコンはつけっぱなしの方が安いって本当？それは本当です。ずっと家にいるなら。ただ一番大事になってくるのが自動運転がどうかっていう形になりますので、微風とか強とか中とかっていう、運転にしとくと、ずっとそれが回りっぱなしなので逆にコストがかさみます。なので自動運転であれば必要な、適正な温度になれば消えますし、必要な設定温度に、達するまで動いてくれるという賢い機能になりますので、ぜひ自動運転をおすすめします。リンクロノバ。照明のスイッチが古いので変えたい。まあ簡単にホームセンターとかにも売ってるんで変えれなくはないんですけど、第2種電気工事士以上の資格がないと厳密には変えれません。ですので、変えたいって思った人が、その資格があれば全然構わないんですけども、資格がないんであれば厳密には変えれませんので、電気屋さんみたいな、まあ、業者さんを呼んでいただきたいと思ってます。
イングラドマ。トイレの紙が詰まった。紙の詰まりってなれば、まずは紙を溶かすっていうことに着目した方がいいと思います。まあ、お湯で溶かしたり、または重曹とかクエン酸とかで、溶かすっていう方法もあります。で、あとは、従来のスッポンって言われるものと、あとはゴム手袋とかで、押し出すというところですね。ただ奥に固形物とかそういうのでの詰まりってなれば、針金ハンガーをこう解体してもらって、長細くこう奥まで入るように、やるというところとか、あとはネットとかでも売ってる真空式のパイプクリーナーで一気にドンって押し出すっていうのも、方法としてはあります。イングラドマ。備え付けの照明が暗いんですが、ホームセンターとかにいっぱい売ってるので、購入していただくっていうのがまず一つ で、それがまたコンセント式であれば何も問題はないんですけど、配線とかが必要な場合は、有資格者、第20電気工事士以上の資格を持っている人が施工しなければいけないという決まりがあります。で、ただ対局時に、外した電気っていうのは保管しとかないと、今度現状復旧っていう時、対局時に現状復旧しますので、その時にもしないってなると別な請求が来る恐れがありますので、そこは管理会社および不動産屋の大家さんとお話しください。イングラドマ。社長って若い頃一人暮らしだったんですか？大学4年間は一人暮らし。で、物件選びの時に一番どこがいいかなと思った。多分自炊とかも中途半端にするかしないか分かんなかったんで。ですよね。コンビニの近くがいいなって思った。それは間違いないです。間違いないよね。なんでコンビニが下にある、アパートを選んだ。近いまあでもやっぱり人それぞれですけど、やっぱコンビニは近い方がいいですよね。コンビニはやっぱり大学にとっては近い方がいいかな。本当に何にもいらない。もうだって何にも作りたくない時なんて全然コンビニ行けば何かしらあるんで。じゃあ料理のできない学生さんはコンビニの近くに住むということで。そう、料理はできるけどね、俺ね料理はできるけど料理をしなかったっていう。なるほど。ありがとうございます。